にちは、大和奈々です。今日はユニクロと GU でお買い物してきたので、そちらをご紹介したいと思います。あ、モニちゃんが来た。モニちゃんです。そういえば2人のね、インスタのアカウントを作ったので、ぜひぜひ見てください。かわいいので、ちょっと待ってて。まず1個目が GU なんですけど、 GU で買ったのがじゃーん、こちらのトップスリブポロカーディガン Q でナチュラルの色を買いました。私はこんな感じで M サイズです。あ、違う、これ S サイズだ。ちなみに私は157センチで、今多分体重は47キロぐらいです。 S サイズなんですけど、袖がめっちゃ長くていい感じ。なんだよ、かわいい。こんな感じです。結構全体的に長め、襟が可愛くて買ったんですけど、これもともと2290円だったのが、私が買ったら990円になってて、めっちゃ安くなってた。可愛い。ワイドパンツに合わせてるんですけど、インしても可愛いと思う。私は結構この袖が長めが好きなので、嬉しい。 S サイズでこんな長いの。でもピタッと、ピタッとボディラインが出るぐらい、ちっちゃめの作りだけど袖が長めだから、すごいスタイルよく見えて好きです。この中にね、薄いヒートテックは着れるかなぐらいの感じ。あとなんかここに2本線が入ってて、それがね、細見えしていいなって思います。なんかこのリブニットは薄めの線だけ入ってる感じ、結構 T シャツ生地っぽい感じだから、今からでも全然着れそうな感じです。私は冬まで着たいと思います。ちょっと待っててください。かわいい。1着目でした。次、じゃーん、続いてこちら、めちゃくちゃ似てる形なんだけど、こっちはユニクロで買いました。これは M サイズだ。こっちは M サイズにしたみたい。秋の新しい新作のカーディガンなんですけど、ちょっとこのさっきみたいに襟がついててボタンになってる感じ、けどさっきよりちょっととろみのある感じのリブニットなんで、体に吸い付く感じ。さっきよりこっちのがふわふわであったかい感じです。かわいいでしょう。こっちは M サイズにしてちょっとゆとりがある感じ。袖はこっちのがね、 S にしたらさっきより全然短いぐらい。これはね、カラー展開が4色ぐらい結構あったんだけど、違う、5色ぐらいあったのかな。私はこのカーキにしてみました。秋はね、ちょっとカーキとか入れたくなるので、カーキかなんかマスタードっぽい色と迷ったんだけど、カーキにした。かわいい。これ一番上まで締めて、いい子ちゃんっぽく着てもかわいいんだけど、ちょっと見えづらいけど、ジャケットはね、さっきとあんま変わんない。かわいい。パンツはきっと、なーによ、待っててください。合わせたいんですけど、ロングスカートとか今流行ってるプリーツスカートとか合わせてもかわいい。そう、ビヨンビヨン系のニット気持ちいい。めっちゃ薄手だけど結構あったかい。あ、ちなみに GU はさっきの1点しか買ってなくて、あとキーさんがね、メンズのニットを1個着てて、私も一緒に着たいなって思ったので、ちょっと着てみようかなって思います。後でこんな感じ。2着目でした。次、じゃーん、これはキーさんが買ってたメンズのニットです。かわいい、勝手に着ちゃった。これがウォッシュドクルーネックセーターの、あ、パープルなんだ。これってめっちゃピンクなんだけど、見た目でも確かにカメラ越しだとめっちゃ紫に見える。てか、なんならカーキに見えるんだけど。キーさんは L サイズを買ったので、私が着るとこんなにダボダボなんですけど、一緒に着させてって言ったらいいよって言ってたので、私も着たいと思います。こんなに長いけど、キーさんが着たらちょっと後で着てもらおう。いい感じだった。かわいい。これもちょっと薄手のニットだけど使いやすそう。この落ち感がめっちゃ好き人のニット、こんな感じです。かわいい。いいね、いいね。冬服とかってメンズのオーバーサイズな感じ、女の子が着るのもめっちゃかわいいよね。こんな感じで、ちょっとおまけで GU です。これは GU で買ったメンズのセーターでした。続いて、もうね、秋冬だからね、ニット系がすっごい多かったんだけど、これも半袖のニットです。もう結構ペラペラのニットなんだけど、これはもう秋から今の季節から着れるかなと思って買ってみました。可愛くない？これはサイズ何にしたんだ。これも M にしてるわ。これもね、4色ぐらいあったんだけど、白がいいかなって思って白見てたんだけど、本当にペラペラすぎて多分透けるんだろうなと思って、私は黒にしました。中に何か着るっていうのがめんどくさいから。これ結構ペラペラだけど肌触りがめっちゃ良くていっぱい着そう。こんな感じいいよね。私秋冬はなんかシンプルな服着たくなるので、ユニクロとか GU 大好きなんだけど、こんな感じです。
ここがちゃんとキュッてなってるから溜まってくれていい感じ。ここにこんな感じです。デニムとか合わせたい。インディゴのデニム。なんか私は骨格ストレートなんですけど、骨格ストレートってここの首がこう丸いのがあんま似合わないらしくて、 V とかスクエアとかがいいって言われたんだけど、でも顔タイプがアクティブキュートだからこの丸の方がね顔的には似合うらしくて、私はどっちも好きなのでどっちも着るんですけど、今回はこのちょっと詰まった丸い襟が可愛いなって思って買ってみました。続いてはシャツです。こんな感じのめっちゃシンプルなシャツなんですけど、M にしたけどもう一個上でもよかったかも。これはサテンブラウスっていう、これもユニクロなんですけど、2990円が店舗で買ったんですけど1990円だった気がする。なんかユニクロとかってシャツめっちゃあるけど、このちょっと光沢ある生地が可愛いなって思って買いました。で、私試着が本当にめんどくさくて基本試着しないで、こう当ててサイズ感でた感じで見るんだけど、もうちょっと袖の長さあってもよかったかも。シャツをオーバーに着るの可愛いんだけど、ちょっとジャストな感じでした。これはね、ボタン前開けて着ても可愛いかなって思います。今ちょっと見せても大丈夫なインナーだから開けてみようかな。暑い、夏みたいな格好になっちゃう。こんな感じで羽織で着ても可愛い気がする。なんかこのサテンっぽいツヤのある生地の方が高見えするかなって思って私はこれを選びました。伝わるかな、可愛いんだけどな。すごい肩の落ち感がめっちゃ綺麗。なんか店で見た時よりちょっと黄みが強く見える、ライトのせいかな。こんな感じです。次、パパが帰ってきた。めっちゃ暑い。可愛いねその服キーさんのピンクの勝手に着ちゃった。あ、どうだった。キーさんも後で着てみてほしい。似合った似合った。うん、めっちゃでかかった。私が着たら、あー、そうだよね、 L だから。これはミックスヤーンポロセーター、これユニクロシーなやつ、その L サイズ4990円。ユニクロシー今めっちゃ流行ってるからちょっとチラ見したんだけど、これが私的にはすごい好きだったのでこれだけちょっと買ってみた。やっぱ襟付きが可愛いんだよね、このちょっと今までとは違うちょっと肉厚なニットで、ホワイトとブラックのこのミックスのニットめっちゃ可愛い。こういうの大好きなんだよね。これはここが別にしぼまってないからストンって落ちる。ちょっと L サイズ M でもよかったかもな。ちょっと大きめに着たいなと思って L にしたけど、1個てかいつものサイズでよかったかも。キサも着れそう。無理かな。こんな感じです。袖が長くていい感じ、かわいい。これは下デニムとかの方が良さそう。ブラックのズボンとか。あっつい、もうあっつい、あっすぎる。なんでニットいっぱい着たの。着てるから。でもあと2着それいいね。これいい、かわいい。でもちょっと大きかった。襟ついてるのが可愛い。襟可愛いよね。襟のやついっぱい買っちゃった。ちょっと大きくない？あ、まあね。でも可愛いよ。キーさんが今着てくれる。さっきのピンク。これ可愛いね、でも。え、めっちゃ可愛い。けどもうちょっとジャストっぽくてもよかったかも。なんかオーバーすぎた。これめっちゃ好き。あ、可愛い。下、パジャマ。うん。ピンクのキーさん。これパープルなんだって。可愛い。男の人が着るとこんな感じ、うん、キーさん肩幅あるからやばい。うん、ちょうどいい L が。あ、よかった。あ、ちょっともうちょっと見せてよ今下がめっちゃキモいんだけど。下映ってんのこれ。映ってる。もうちょっと前来たら。足長いからな。うん、短いかわいい。かわいい。なんか男の人のここがないのがめっちゃ可愛いんだわ多分、うん、綺麗になるんだ形が。ここがめっちゃ可愛いね、このラインが出てんの。可愛い。XL だとちょっとね、袖が長かった。そうだよね、袖も可愛い。ここのリブでっかくて。下はパジャマです。うん、ポッケ出てるししかもこれ多分ナーサンのだし最悪最悪。可愛いです。失礼しました。はい、失礼しました。それブラウンのパンツとか合わせたら絶対可愛いね。うん、これめっちゃ可愛いね、似合うよ。ありがとう。はい、じゃあ次ラストラストね、最後セットアップも可愛いからちょっと見ていきなよ。あー、しょうがないな、見ていくよ。あ、可愛い。え、可愛いよね。え、すごいね、ユニクロ見えしないわ。なんかこれセットアップなの、上と下あ、そう。あー、下まで映んない。気をつけてね、持ってあげようか、カメラ。映ってる、映ってるけど変だよ、持ってあげるよ変なの、ひどかわいい。こんな感じ、これ出すとこんな感じ。普通に出してきてもかわいい。あ、ごめん、どうですか。かわいい。でもカメラより現実の方がなんか可愛く見える。え、そうなの、全部そうなの。悔しいね。悔しい、置いて。はい。これはスフレヤンハイネックセーター、ホワイト、オフホワイト、
折りましょう。上が M にして下が私は S にしました。スリーリースフレヤンスカート、これね、ブラックとかもあった、カーキとかもあったかな、多分。めっちゃ可愛い、この首詰まってるニットめっちゃ可愛くない？可愛い、高見え。これ絶対髪結んだ方が可愛いわ、ない？うん、これなんかタイトのスカートなんだけど、あ、これ後ろまた取ってほしい。全身？うん、足元、足元、はい、ロープを添えて、ロープを添えてここのスリットが後ろに入ってんのがめっちゃ可愛くて、私はいいなって思う。可愛いね、なんかスリット好きだよね。スリット好きなわけじゃないけど、スリットフェッチタイトスカートが好きなのかもね。スリット好きで選んでないわ。お、これスリット入ってる暑い。でもこれは別々でも着れるから私はいいかなって思って買いました。いいと思う。しかもこの上コメント欄が横にいるいいと思う。カメラとお話ししてたのに、みんなと話してたのに男の声入ってきた。上が3000円なの、2990円、下は3990円、だからもう上下で1万もしない。すごくない？すごいね、肉厚だからとっても厚いこれ唯一今回買った下のボトムス、これでした。なんかもうちょっと人気なパンツ系見たかったんだけど、全然なくて、私の行ったところが残念でした。めっちゃ探し回ったんだけど。なんで今回はトップスニット多めだったんですけど、これめっちゃ可愛くね。それで首折ったらどうなるの？変じゃない？あ、でも可愛いよ、うん、でも立ってる方が可愛い、立ってる方が可愛いこんな感じでザザッと1234、うん、何点か分かんない。ユニクロと一部 GU の購入品紹介だったんですけど膝立ちで撮ってたの。ワンちゃんに人気になれるスカートです。これはいかがだったでしょうか。私は本当に暑くてダメだ。久々に GU とかユニクロ行ったらめっちゃ可愛くて、てか秋冬がやっぱ可愛いなって思ったので、また購入したらご紹介したいと思います。あ、これメガネかけたら可愛いそう。来た、これだ。あ、これ可愛いわ。これできます。ということで私の購入品紹介でした。またねー。